はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は、ピックアップの方ですね、トラウムシャーロックホームズピックアップについて引くべきなのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、今回シャーロックホームズとジークフリート、この2人のサーバントがピックアップ来ているという形になっております。で、まあ期間限定のシャーロックホームズと工場のジークフリートがピックアップ来ているっていう形ですね。はい。で、まあ結論からお話しするんですが、引かない方がいいと思います。はい。まあそこら辺の理由もグダグダとお話ししていくんですが、まあ正直ね、この後が怖いから、これに尽きる、これに尽きます。はい。まあいろいろとね、ピックアップに関して今多分下っ側で全部書いてると思うんですが、まあこれですね、クリームヒルトとシャルルマーニュとか、まあムローランのピックアップと、まあモリアーティ、ドンキホーテ、聴覚のピックアップが来ているんですが、まあ3つ目のピックアップとして新しく来ました。で、そのことを考えた時に、まあ一応ね、強化はされてます。はい。スキル強化等はいろいろされてはいるんですが、無理して狙いに行く必要があるかって言われると、正直なところ俺個人としてはないかなって思ってます。はい。あのジークフリート自体はいい強化もらったんで周回等で使えるねってなったんだけど、ホームズさんは NP50% チャージだけっていうのは良くないんだけど、まあ NP50% チャージのみだったってことを考えた時に、まだ微妙やなみたいな、もうちょっと欲しいなっていう欲張りがあったんで、なんかそのことを考えたら無理に狙いに行く必要はないかなっていう形かな。うん。ただまあストーリーとかでね、まあこの2人めちゃくちゃかっこよかったっていうのもあるんで、まあそのことを考えて狙いに行くっていうのもありかなと思います。はい。でピックアップに関してなんですが、まあ1日1回召喚があるんで、それでまあ地味に狙うっていうのもありなんですけど、まあこのピックアップ1と2に関しては6月15日と書いているんですが、今回のピックアップに関しては6月17日までピックアップが来るっていう、なんかちょっとイレギュラーな、なんでこのタイミングなんだろう、1週間後じゃないんだみたいな形になっているんで、まあそれでなんかとりあえず毎日1回召喚して出たらいいな、毎日予備符引いてみたいな、貯めてた予備符引いて出たらいいなみたいな形で引くのも、まあまあありなのかなとか思ったりしております。ただまあ正直無理して引きに行く必要があるかって言われるとないよねっていう形になるし、まあ2部3章クリア前提のイベントがこの後来る。で、その後まあ去年の水着復刻とか周年とか今年の水着が来るってことを考えたら、まあいいキャラクターなんだけどね、めっちゃいいキャラクターなんだけど、ここはステイしておかないとちょっとみたいな形になるんで、俺的にね思ってるんで、今回のガチャに関してはスルーしといた方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ一応ね、まあ引く上で、まあ今回ピックアップ 1,2,3 来てるんですが、どれがおすすめですかって言われると、まあピックアップ1となります。はい。シャルルマーニのピックアップですね。まあこれに関しては、まあピック2の方でもお話ししたんですが、ピック1が結局のところ汎用性が結構高い、ガチャとなっているんで、まあピック2で無理やりなんだろうな、ちょっと特殊型引くよりも、まあ無難に使いやすいピックアップ1を引くというのでいいんじゃないかなと思います。で、優先度的に個人的にはピックアップ1、ピックアップ2、ピックアップ3みたいな順になっているので、まあそこら辺はいろいろ自分の中で考えて引いていくというのでいいんじゃないかなと思います。はい。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。